セルボーン伯爵は、イギリスの伯爵位、連合王国貴族爵位。1882年に、ラウンデル・パーマーが除されたのに始まる。初代セルボーン伯爵ラウンデル・パーマー自由党所属の、庶民院議員、法律家ラウンデル・パーマーは、第1次、第2次、グラッドストン内閣で大法官を務めた。当時大法官は、貴族院議長を兼務していたため、第一次、 グラントストン内閣入閣直後の1872年10月18日に、連合王国貴族爵位、セルボーン男爵に上された。ついで第二次、グラントストン内閣期の1882年12月29日に、セルボーン伯爵と、ウォルマーシ尺に上された。初代博の長男2代セルボーン博ウィリアムは、就職前から保守党の庶民議員として活躍し、 就職後には、第三代ソウルズベリー公の、第三次内閣とバルフォア内閣で、海軍大臣を務めた。彼は保守党の中でも強硬派に属し、議会法の貴族院採決の際には、貴族院権限の低下に反対して、徹底抗戦を主張した。その長男である三代セルボーン・ハクラウンデルも、就職前に保守党の庶民議員として活躍し、就職後、第一次チャーチル内閣で、 戦争経済大臣を務めた。その孫である四代セルボーンハクジョンも保守党の政治家であり、1999年のトニー・ブレア政権による貴族院改革で、世襲貴族の議席が92議席に限定された後も議席を維持していた。現在の党首はその息子である五代セルボーンハクウィリアム・ルイス・パーマー。本邸はハンプシャーセルボーンにあるテンプルマナーである。 原党主である第5代セルボーン伯爵、ウィリアム・ルイス・パーマーは以下の位を有する。法定推定相続人は原党主の息子オルマー主尺、アレクサンダー・デイビッド・パーマー。ありがとうございます。